新アメリカ聖書は、最初に1970年に出版されたカトリックの翻訳された聖書である。この聖書は、コンフラタニティ聖書にその始まりを持っていた。これは、教皇ピウス十二世の会直、ディビーのアフランテ・スピリットを受けて言語から翻訳され始めた聖書である。新アメリカ聖書は、天礼の原則と第二バチカン公会議による変更に基づいて、 キリスト教協議法師団体によって英語に翻訳された。アメリカ合衆国で使用するために、アメリカ合衆国カトリック史教協議会によって承認されたミサのために、新アメリカ聖書の改められた版からの抜粋が聖書日課でのみ使用される。特に、1970年の改められた版の旧約聖書と1986年の新約聖書がそうである。 2008年まで、性中立的言語の広範囲にわたる使用を限定するために、バチカンによって大きく改められた1991年版の聖英が承認された。2008年以来、改底性廃典礼紙片が使われている。同じ聖書日課がフィリピンでも使われることが承認されている。新アメリカ聖書の第一版のテクストは次の通りに構成されている。 この版で見つかる適切な名前の綴りは、以前のカトリック版聖書、例えばドゥアイリームズ聖書で見つかる綴りから離れて、その代わりに、プロテスタントの聖書で見つかる、一般的な綴りを採用している。多くの場所の注釈は、今でも通用する20世紀の理論、例えば旧資料もしくは、もう瀬後書のための異なる資料を示している。 カトリックの学者は他のキリスト教の教派の一員と共に共同でこの番を翻訳した。1986年の第2版では妥協が行われた。伝統的な言葉遣いが1970年版以来消滅していたが、新約聖書においていくつかの言い回しが復活された。非伝統的な性中立的用語が取り入れられた。 1991年に紙編が広範囲にわたる性、中立的言語を使うために完全に書き換えられた。その垂直な性、中立的言語の使用や水平な性、中立的言語の使用が原因で論争が続いた。これらの紙編は、典礼では、使用が拒否された。1994年には、旧約聖書の改訂作業が始まった。しかしながら、 1991年以来詩編は、天礼での使用が拒否されており、テクストは2000年に、ローマ教皇庁の委員会とラテン天礼のカトリックのミサで使用しようとしていた司教たちによって改められた。これが、アメリカ合衆国のカトリックの聖書日課で使用される、現在のテクストである。教皇庁はいくつかの性中立的言語、例えば話者が誰かについて語っている際に、 その人が男性か女性かわからない時に使用を認めたが、神やキリストに関する変更については一切拒否した。2008年11月には、改底聖杯天令紙編がアメリカ合衆国カトリック司教協議会によって認められ、そして現在ではバチカンの承認を待っている状況である。これはアメリカ合衆国において聖書日課で使用する紙編として、 現在の改められた新アメリカ聖書の紙片にとって変わるだろう。2002年には旧約聖書が完成しカトリックの翻訳としてふさわしいかどうかを判断してもらうためにアドホックな委員会に送られた。2003年6月には紙片の再開定番が2001年5月7日にローマの天礼秘跡賞によって発布された教竜、リトゥルギアムアウテンティカムの指示を受けて完成した。 しかし、アメリカ合衆国のアドホック委員会はそれを拒否した。2008年に再び改定されて、儀式司教委員会に送られたが、改定聖配点礼紙偏に賛同して、これを拒否した。2008年9月には、旧約聖書の最後の一冊が、アドホック委員会によって承認された。同年11月には、翻訳が完成した、旧約聖書アメリカ合衆国カトリック。 司教協議会によって善任された。しかしながら、彼らは1991年版の紙片をそれと共に出版することを認めなかった。アドホック委員会とリトルギアムアウテンティカムとのさらに緊密な連携によって調べられる提案を使って、新アメリカ聖書の紙片の最終改定が引き受けられた。2011年1月に新アメリカ聖書の第4版が、 同年の3月9日に発売されると発表された。新アメリカ聖書改訂版、あるいはネイバーとして知られていた、この最新のテクスト、新アメリカ聖書の第4版は新しく改訂された旧約聖書と再改訂された詩編、そして第2版から改訂された新約聖書を含んでいる。新アメリカ聖書改訂版がリトルギアムアウテンティカムと一致させる方向で、 新アメリカ聖書の改訂を提供する間、新アメリカ聖書改訂版をアメリカ合衆国で聖書日課のために使用する計画は公表される、計画はなかった。ありがとうございます。